かわいそうなオラの馬子よ。奴は爆竹なんぞで脅かしよって。死んじまったな。死んじまったよ。
お前さん、面白いものを手に入れたな。それは、忍びぎしゅんの真となるしどれ。この仕掛けで何ができる？真となるこの仕掛けがあれば、筒薬とは何だ。から使えそうな筒薬を見つけたら、持ってくるといい。 やはり重いようじゃ。うん。
たとえ源一郎が俺とアシナの国長くはなさそうだの。してもう一つの任は城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。仕方なかろうて、アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば、
敵味方の別などなかろうでな。
生きておるぞ。何？牛士は、牛士はどうした？ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる？はい、お前さん、先方寺を知らんのかい？金剛山の先方寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。